はい、はいさい、はいさい、はい、今日ですね、はい、あの見てください、久しぶりについ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 に、はい、バイクをバイクを買いたいと思います。おお、いやバイクの免許取って、はい、あの1年以上経ってるんですよ、実は1年以上経って、うん、経ってますね、いまだに買ってないんですよ、はい、買え買え言ってるけどね、俺はそうですよ、あの高くて高くて買えたもんじゃねえぞっつって、予算は予算は予算は安ければ安いほどいいっていう感じですね、うん、安物買いは損しますよ、うん、で一応自分高いな高いなと思ってたけど、うん、実際物見て値段聞かんと分からんだろうと思って、あ、まあそうだね、はい、まあ、バイク屋さんだったりとか、うん、バイクの価値があるからね、まあ、バイクにはちゃんと、まあ、バイク屋さんだったり、まあ、バイク乗りの人とかにまあ直接聞いたりとかいろいろしようかなと思って、はい、今回思ってますね。バイクもいろいろ種類があるんですよ。ネイキッド、あのよく自練で乗るやつ、自動車学校で乗るやつ、練習するやつ、はい、とあのスポーツタイプ、スーパースポーツ、はい、なんかレーサーが乗るやつあるさ、はい、とモトクラス、トゥンガーとかいうやつかな、あの、はい、オフロードとあのハーレーみたいなアメリカンという、うんうんうん、4つがあるんですけど、スクータースクーターはですね、あのここにはまらなかったっすね、興味なかった、いやではないですけど、スクーターは存在ちょっと忘れてましたね。じゃあ3363の希望みたいなのあるんですか、どのタイプが欲しいみたいな、この辺が街乗りには良さそうなのかなと思いますね。まあ、いわゆるその自動車学校で習うこのタイプあるじゃないですか、ネイキッド、ネイキッド、エンジンとかがカバーされてないやつ、そうそう、ほうほうほう、これなんか乗りやすいらしい、で、あのポジションも安定してるらしいわけ、はいはい、まあ、確かに自動車学校でね、あのやるから、まあ、そんなもんじゃないかなっていう、でスポーツタイプはパワーがすごくて速いらしいと、で、オフロード、まあ、モトクロス、はい、これ山登ったりとか、岩場とか攻めたりする、まあ、仮面ライダータイプですよ、はい、好きそうじゃん、確かに、俺、うん、バギー好きでしょ、バギーは好きやけど、モトクロスは俺なんか、事故る気がしかしないわけよ、ハイサイ村までこれで大丈夫、ハイサイ村これで、むしろこれの方が安定する、これの方が安定するから、うん、これでハイサイ村行く、うん、やばいでしょ、死に早いはずよ、死に早い、外来宿所もこれで追い込んでほしい、やばいでしょ、悪役だろ絶対、これ世紀末だろえ、こっちの方が悪役じゃん、どちらかというと、なんかサウザーとか乗ってた世紀末な、うん、世紀末の、ね、こうしてから、うん、これは重心が低くて乗りやすいらしくて、まあいろんな種類があるということで、まあ、今回ね、まあ、ちょっといろいろ見に行こうかなと思っております。お、こちら立川サービスさん、こちらです、こちら、綺麗なバイクだね、めっちゃ綺麗、はい、あ、こんにちは、こんにちは、スタッフの山城さんですね、はい、よろしくお願いします、はい、どうも、かっこいい、このバイクは川崎の Z400cc、 あ、400cc だったら、でもエンジンはちょっと維持って550馬で、あ、じゃあ大型みたいになるんですね、大型扱いになる、めっちゃピカ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 すごい、ね、これって結構昔の車ですか、これは正規1型だったら1979年、昭和54年俺たちより死に死んじゃうね、かわしいじゃん、今年で45年、ちなみにこれは販売車両で、販売車両ではない、奥さんの車両、奥さん、え、社長の奥さんも乗ってるんですか、はい、すごっ、もともとこっちにある250cc、はい、FT ってやつなの、これ 250cc なんですか、これ乗ってたんだけど、誕生日プレゼントで社長が、奥さんに、ちなみに買ったらいくらぐらいしそうですか、ゆきちさんが350人、これがオリジナルに近いから、オリジナル、同じ沖ナンバーって知ってますか、沖ナンバー、昔の沖縄のナンバーが沖だったんです、今沖縄だけど、そう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 、昔は沖なんですよ、正真正銘の沖ナンバー、え、嘘、うん、マジで、え、これは多分県内の数台しかない、おー、すごい大きいだ、大きい、すごい、去年の年末あるお客さんから引き取ってくれませんかって、はい、あのお話があって引き取って、もともとちょっとやれてて30数年ぐらいお家の中で保管されてた商品、はい、ちなみにこれ何年前ぐらいのバイクなんですか、よしょ、これもこれは新潟だからほぼ79年80年、もう40年以上経ってるやつで、本当に当時に登録された証で沖ナンバー、約半世紀前、そうです、40年経ってるのにこんなにピカピカにできるんだ、確かに、そう、バイク頑張りました、あーすごいっすね、はい、ちなみに初心者なんですけど、
あの初心者が乗りやすいバイクってなんかあるんですか？中型しか。中型ですね。九州上ではスーパーフォアとか。ああ、そうそうですね。だったら元祖スーパーフォアだったら CBX とか。え？CBX どれですか？元々ジレンゴですよ、CBX は。え？女性向けに作られたバイクです。確かにジレンこんなっぽかった気がする。そうそうそう、スーパーフォアの先祖的な、はい、自動車、自分が今ではもうちょっとありえない値段のプレミア車両。マジっすか？ありえない値段ってちなみに、本当にカスタムされてないので純正オリジナルの500万。中には1000万の車両。やばい、あるみたいですよ。やば。あの僕が自動車学校で乗ってあの転んだやつの、ま、前の方。でも本当にイオとかですか？ E バイク、うん、乗りやすいし、乗りやすい、はい、女の人もそうですね、乗りやすい。その隣が Z2 かな。 Z 鬼塚。これはもうフルカスタムされてる車両ですけど、ほぼほぼ3桁いくんじゃないかっていう。とりあえずマーバン売るでしょ、うん、マックス、マックス版、うん、マーバン売るでしょ。マーバンキューブ売って、モトーの車売るでしょ、うん、で早く売るでしょ。早く売ってぐらいしないと買えないじゃん。やばい、手放すもの多すぎだな。あの2輪しかついてないのに手放すものいっぱいありすぎるんだから。一番まあ、人気なその車種っていうのもあるんですか？沖縄の場合、多分ボールジャン用は、あ、なんで4大メーカー用はホンダ、ヤマハ、川崎、スズキあるんですけど、みんな各々好きな車両があると思う。沖縄の人はみんどのメーカーの好きな人が多いから、県によっては要は関西とかでもシーベックスとかホンダがあるからシーベックスが多いとか、でシーベックスのショップさんが多いとか。沖縄の場合はオールジャン、本当にチャンプルって感じ。あ、ホンダ、ヤマハ、川崎、スズキ、4大メーカー好きな、各々の好きなバイク乗ってるような感じ。だからおすすめはとか言われたらまちまちなんです、お客さんによって。あ、人によって変わる。そうそうそう。山城さんが一番好きなバイクは？自分も FX です。あ、そうですか。はい、これ魅力はやっぱどういうところですか？直線、基調、角、もうデザイン、もう、ああ、カクカクしたデザイン。そうですね。もともと身内おじさんたちが乗ってるのを小学校から見てて、もうずっと憧れだったんです。小学校からの憧れです。純正の部品とかまだ売ってはいるんですか？川崎は恵まれてるんですよ。特に FX。でその後の GP、GPZ、ゼファー、ゼファー会ってあのシリーズが出たんですけど、はい、それらの部品が流用できるんです。ああ、そうなんですね。それを使ってエンジン直したりとか、逆にあのマージャーの時は、はい、FX から要はゼファーまで出てるわけだから、中改良されて良くなってるんですよ、はい、いい部分を使って入れ替えして、うん、いいエンジンにしたり。ああ、予算は俺30から50のああいうの考えてた。20数年前、自分たちが10代の時の感覚から20万、30万の予算だったら、今の若い子たちとかだったら 125cc くらい。 125cc DCX とか。やば。125 自分なんかの販売車両予算的にはやっぱり、はい、ゆきさん結構100以上ですね。100以上。ちなみに一番安い車のバイクっていうのは、在庫だったらゼファー。フルレストはエンジンまでこの車両がオーバーフル。うん、もう新車に近い状態で、すごい。現状販売っていうのが自分たち販売スタイルではないです。安く仕入れて、ちょっとこう綺麗にして横流しで売るっていう販売じゃなくて、はい、じゃあもう完璧に仕上げて。そうそうそう。ああ、けど安心ですね、その方が。ゼファーでもちなみにあの初期だった1型の89年、30年以上経ってるんで、絶対現状で売ったらリスクが大きいから。あ、そうそうそう。だからちゃんとフレームまでバラして、うん、サビとか全部落として、エンジンも全部オーバーをかけてって販売でやってるんですね。ちなみにゼファーで自分たちでやってるフルレストア済みで、150からですよ、皆さん。からでも新車って考えたら、あとは部品、そう、付属の部品つけたり、要は何入れたい、オイルクーラー入れたりとか、うん、マフラーをこれに変えたりとか、お客さんと打ち合わせしてからの販売なので、はい、セミオーダーみたいな、カラーを選べる。自分好みにどう？そう、自分たちはそれを作るだけ。どれもね、素敵なちょっとバイクなんですけど、ちょっと、値段が値段なんでね、すぐこれを買うぞっていうのはね、やっぱ厳しいと思うんですよ。大丈夫ですか？はい、ローンもできます。ローンね。確かにローンね。ローンもやめなさい。各種ローンもお手に扱いしてますので、はい、最近ね、
クレジットカードを作ったばっかりなんですよ。あ、確かに。じゃあ限度額いっぱいまでいっちゃおう。三三六さんがカード切ってるの見てみたいな。俺も見たいな。大変だろ。視聴者も絶対見たいな。YouTube できねえもんね。バズると思う。取れ高が。取れ高より俺のね、あの財布がちょっと危なくなりました。ありがとうございました。いい、ありがとうございました。検討して、はい、あの知識を入れたいと思います。また何かあれば。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ハイサイ、ハイサイ、ハイサイ、サイが8月3日、4日、沖縄市の塩の森ビーチフェスタに参加します。8月3日では宝物を探しイベントがあるんで、そこにハイサイ探偵団が行って盛り上げようと思います。ハイサイ探偵団、屋台も出します。でその他にもマリンエリアでは海上アスレチックやフライボート、バナナボートなどが無料で遊べます。イベントエリアでルードアルファ君、そしてたくさんのアーティストからの音楽がありますので、こちらもお楽しみに。入場がシャトルバスのみとなってますので、詳しくはホームページからよろしくお願いします。入場無料ですので、皆さんお越し待ってます。待ってます。さすがに3桁はね、資金的に難しいので、逆に個人売買とか、はい、そういうの個人の人から買うっていう手もあるじゃないですか。確かにリスナーさんでもあり、我々のちょっと知り合いの方があって、はいはいはい、まあ、ちょっとね、あのバイク、まあ、何台かあの友達いるから、はい、紹介しようねっていう方がいたので、ちょっとそこもね、行ってみますか。チーム友達、はい、チーム友達、はい。パブリックレッカーさんに来てるんですけど、はい、バイクをちょっと紹介してくれるあの大輝さんですね。じゃあす、じゃあお願いします。あ、低いバイクの音が聞こえます。おおやばすぎた。バイクは多分ない気がするな。ワンちゃん、今売るよっていう人もいるかもしれない。こんにちは。こんにちは。車種はなんていう車種なんですか。 PJ400G です。ちなみにこのバイクっておいくらでした。買った時は130です。うわー、よっ。もう貯金ゼロになりました。これスイングアーム買ったので12万。12万。これ12万って、これこれもうこれで貯金なくなりました。満タンやりたら1週間とか走れます。以上1週間走らないです。あ、そうなんですか。そうなんだ、バイクってそうなんだね。このバイクをぜひ売ってくれっていう人がいたら、いくらぐらいって言います。150じゃない。おぉ、150万。バイクって高いな、はい、バイク高いな、ビビるな。すごいバイクですね。マクドナルドバイク公開。マック大好きです。車両は何ていうんですか、この名前は。 RZ250 です。 RZ250。 このバイクのなんか一番気に入ってるポイントとか。タコメーターの写真。あ、ごめん。うん、これ、お兄さんですか、これ。これあれ、竹瀬の。あ、先ほどのお兄さん。なんでここに現れてるの。ちなみに、このバイクが買った時おいくらですか。内地から買って、130万。これどの状態で来たんですか。ほぼ一緒の状態。三段なしの。これなし。ハンドルも違うの。風防もなし、旗防もなし。ラッパーもね。ラッパーもらって。風防、こんな感じで。おお、このバイクみたいな感じで来たみたいです。すごいね。で、改造においくらかかってますか。改造40万。200万近くなるぞ、これ。ねえ。危ないな。これ車種はなんていう車種なんですか。バブです。ハブ。バブ。バブ。バブ。マイキーと一緒。マイキーと一緒。死に光ってる。ギラギラだね。ギラギラ。RG250。スズキの RG250。もうこのバイクのもう正体がもうわからん。これ何ですか。これフォーク4です。フォークじゃなくて卵に挟みたいな。おいしそう。ゼファー来ました。ゼファー、はい、これって改造自分たちでやったんですか。あ、この状態で買いました。あ、この状態で、おいくら当たったんですか。200ちょい。おじいのデイサービスなくさんといけない。危ない危ない。別にあのなんか見た目悪そうだけど悪いことしてるわけではないですよね。そうですよねこういうバイクに乗ろうとしてるきっかけとかあるんですか。なんかその先輩と付き合いだりとかしたんですか。付き合いだりですか。女の先輩ですね。あ、女の先輩。ピカピカ、めっちゃピカピカ。めっちゃ綺麗ですね。車両の名前とかなんて言うんですか。CBR。
CBR 全部磨かれてるのがすごい。あ、本当だ。ピカピカ。こんなにピカピカだった。夜も寝ないで。夜も寝ないで。ちなみに、あの、売ってっていう方って言いました？売ってくれとか。一応来てましたね。来てました。その時って、大体いくらぐらいとか話とかしました？売り切れないって言いました。売り切れないって言って。そういう気持ちありますか、あなた。好きだから売らないっていう気持ち。俺、うん、俺空調服売らんぜ。すごいことが起きた。2回目すごいことが起きた。2回目だ。いやでも2台持ちだった。あの、お兄さん、これお兄さんのバイクですか？これ、こっちが、これお兄さんの3台、はい、マジっすか？だってこれ、ま、あのさっき夜もあの寝ないで磨いてるって言ってたさ、はい、これも夜も寝ないでもしかして磨いてる。これはちょっと手抜き、手抜きしてるんですか？いや、めっちゃ光ってますよ。外見に力入れましたね。外見に、外見に、外見すごいっすね。あ、すごい、ウインカーとかも、はい、おー、すごこんな感じで。おぉ、もともとこんなマフラーっすか？そうですね。すごすご、刺さりそう。バットが気になりますね。バット、これバット、これバットいつ使うんですかこれ？警察来た。あの、冗談ですからね。冗談ですからね。あの、ユニークなことですからね。これ、これも結構金額したんじゃないですか？180万ぐらい。180万あの、メンテナンス大変じゃないですか？そうですね、うん、夜も寝れないです。エンジンガードとかがかっこいいよね。エンジンガード三ピンチャカラー、オリオンもあるよ。すごいね。このバイクはなんていうバイクなんですか？ゼファーです。ゼファー。一番こだわりのポイントとかあります？飲んでるのが麦茶とかです。三品茶じゃないかって。普通三品茶だって。優しい麦茶。普通は三品茶だよね。ここまで三品茶をして麦茶飲むんだ。これ塗装いくらぐらいしました？いや、これはもう無料ですね。無料？え、友達同士でやって？いや、自分で塗ったっす。自分で？お兄さんが？上手、めっちゃ上手。マジっすか？マジっす。すごっ。自分でってよ、やばいね。これ車両なんて言うんですか、このバイク？これはゼファー400っすね。一緒なんだ。同じなのこれ？一緒。全然すごい。フェンダーとかも全然違うね。あ、こんな、なんか同じ車両並べてもやっぱ違うんだね。まあ、今いろいろ見てきたわけだけど、乗り心地やっぱ知りたいよな。乗せてもらう。バイクの3段シート、本当に乗り心地がいいのか、はい、チェックしましょうね。Bluetooth mode。自連のバイクより全然こっちの方が安定。やっぱりタコ踊りとかしたくなる。背もたれあったらしたくなるな。あのウェーブしたくなるな。ウェーブ。モーリーさんバット似合うっすね。何でよ。バットボーイっすね。単車を見てきました。いや、感想としては個人売買だからといって全てがノーマルではわけではないなと思いましたね。旧車だから安くはないね。安くないね、うん。ありがとうございます、ね、ありがとうございました。ちなみにあれですか、もう皆さんもう横になって集まることってあるんですか？もうみんな旧社会メンバー。あ、旧社会メンバー。暴走族ではないですか？暴走族ではない。あの、こういうじゃあ旧社が好きなイベントとかでやるような人たちで、本当にもうありがとうございました。ありがとうございました。